マレーシアのテレビで日本の製造業のことを特集してるってこと？そうですね、多分まあ毎週1回ぐらいで やってて、昔の首相が日本のことが大好きなんで、うん、お名前はドクターマハリュ。マレー系の首相？基本首相は全部マレー系です。あの方が日本語のこと大好きで、うん、he came out with this look east policy。 look east policy 香港大学。まあ、香港大学で機械工学勉強して、まあ、日本語はただの趣味で別のクレジットだけ。すごいました。まあ、香港大学行って、まあ、ここはもう卒業になったんだけど、まあ、その時は香港で就職しようと思ってたんですね。うん、それでも日本を選んだ。まあまあ、お金は全てではない。かっこいい。かっこいい。So, you came to Japan and obviously you have all these things that made you come to the country, butWhat I want to ask is what made you stay, right? Yeah. What made you stay? 今日はマレーシア人ポールが日本を愛した理由、人生について話してみるよ。 Let's find out! こんにちは、全人類と友達になろうとかも。アナです。ポールです。ポールです。ついにね、この回がやってきましたよ。なんと、ポールが主役の、ポールが主役の動画って初めてじゃない？イエーイ、ポールの中心動画。ポール、ポール、ポール、ポール。いや、やる気。You know, Paul, you have a lot of fans in the comment section. ありがとうございます。はい、ということで、今日のテーマは、日本を愛したマレーシア人ポールの人生についてー。イエーイ、ポール中心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 。前、まあ、アナの人生について動画を1本撮らせてもらったんだけど、めちゃくちゃ人気だったじゃん。みんなのことをもっと知ってもらいたいなと思って、視聴者の人に、True. あの動画作っていつものね動画と比べたらちょっと違うから、そんな再生されないかなと思ってたら、めっちゃ再生されて、いいねの数も他の動画と全然違うのよ。I think Fuji just has too much Kenzon in his blood to think that he can ever just reach the heartsof the Japanese audience. But I think that with the amount of subscriber base that we have, there are people who want to get to know us better, right? We do react to the content, and then we do establish our opinions on several things according to Japan, but we never talk about ourselves. Right. So, right. I believe most of the people want to know about more about Mr. Fuji and Mr. Byron.Shut up. It's about you today, Paul. Shut up. I just talked about his Kenzon. Don't do Kenzon because that's his yakuwari. Today, Douga is about you. It's about you, Paul. No, kare nai zo. Byron の動画も見たい人は、今日最後まで見てください。Byron だけじゃなくて、他のメンバー誰が見たかったらもう。そうね、コメントしてもいいです。今日再生取れなかったら、ここで終わる可能性あるから。Let's end it here. So, the pleasure じゃん。いや、語りたくね。皆さん必ず最後まで見てくださいね。応援お願いします。頑張らないと。前ね、アナがやった時と同じ形になるんだけど、ポールの人生をグラフにしてもらいました。縦軸がジャパンラブ度。はい。こう日本を好きになったきっかけとか、ここで一気に好きになったんだよね。とかっていうのを書いてもらったね。横軸は年齢になってるよね。それと実はポールが、まあ、僕らのメンバーの中で一番頭がいい。No way。一番頭のいい大学を卒業している。No, no, no. そんなこと。確かに。頭ない。Don't deny it, Paul. Don't cancel now. You know. It's a 自慢動画。No.ポール行ってた時にその大学はアジアで一番とかの大学だったから、そんなエリートポールがなぜ日本に来たのか、で今日本のことをどう思ってるのかっていうのをこのグラフとともに話していきたいと思います。それでは行ってみましょう。ポールが最初に日本を意識したきっかけは何だったの？まあ、うん、多分子供の時に日本のウルトラマン見てたんですよ。No way! マレーシアで？マレーシアで。No way! マレーシアのテレビで流れてたってこと？マレーシアのテレビで、そう、ウルトラマンが流れました。マレー語で。マレー語で？まだ覚えてる。ウルトラマンティガーとか、ウルトラマンガイアとか、すごい。ウルトラマンダイナーとか。普通にテレビつけたらやってるんだ。あ、やってます、やってます。毎週土曜日かな？土曜日の朝。
ほー。そうそうそう。でもマレー語で喋ってて、うん、そこでもマレー語勉強にしました。あ、そうか。そう、あの、ね、まず喋っとかないといけないんだけど、これ動画の中でも言ってるけど、ポールは5カ国語喋れるよね、うん、で、その理由の一つにマレーシアは多民族国家なんよね。で、3つのメインの民族からなってて、中華系とマレー系とインド系、うん、ね。で、マレー語と英語が公用語、はい、だからマレー語と英語は喋れた方がいいんよね。そうです。そうで、ポールは中華系だから中国語は両親から教えてもらって家で普通に使ってて、マレー語とかは学校？そうそう、学校とかね。 And Ultraman。 Ultraman。 なんかさ、ちょっとアナの時と一緒じゃない？あー、You're right。 アナはコナン見たくてネットで探したらコナンの英語バージョンがあったから、うん、そこで英語を覚えて、その後日本語も覚えたらしいんだけど、ポールも一緒よね、これ。日本のコンテンツでマレー語をまず覚えたわけ、うん、日本語はなかったんけど、オープニングは日本語だったんですよ。そうなの。どんなのだったの？ギリギリまで頑張ってわからんな。I have a question. Did you think it was a Malaysian thing at first? No, it's definitely not a Malaysian thing. Definitely it's not a Malaysian thing. さすがにわかるやろ、いろいろ違う。We don't have kaiju. Oh, that's right. That's right. 日本もいないよ。あ、ない。おったと思った。かかりした？かかりした。絶対かかりしたでしょ。There's one in Shinjuku. ゴジラ、ゴジラ。Yeah, yeah, yeah. He's looking over everybody. He breathes fire. 多分10歳からかな。小学校の友達が初めてアニメを紹介してくれたの。おお、何のアニメだったの？ナルトだった。ああ。多分。イエーイ。マジで、僕は多分本当に初のアニメだと思う。ナルトが。ナルトが。その時のナルトは何語で見た？日本語で。あ、日本語？そうそう、日本語で見て、あの英語の字幕。おお、so you can already speak English by then? Maybe a little bit. Maybe. 天才じゃない？でも、待って、10歳でもう英語喋れる？まあなんとなく。いけます。え、なんでな？ちょっと日本ラブと少しそれるけど、うん、10歳では何語が喋れた？中国語は喋れるよね。そうそうそう。英語とかマレー語は基本の基本はできます。え、それなんでな？どう？まあ学校で勉強してるんですよ。学校何歳から勉強するの？幼稚園から勉強してますね。あ、英語と？そう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 。マレー語？そうそうそう。幼稚園？幼稚園から。So you're not doing like building blocks or teaching you like grammatical structures in 幼稚園？Oh, holy crap, dude. さすが Asian school。みんなマレーシア人は英語とマレー語喋れる？いや、喋れるかとかわかんないんですけど、でも勉強してるのはみんな勉強してる。そう。でも前ね、一回ポールと一緒にマレーシア行って動画撮ったことあるんですけど、その時のマレーシア人の英語はポールの英語とは全然違うイメージだった。もうちょっとブロークンだった、あっちの人の。じゃあもう10歳で3カ国語喋れて、英語の字幕で日本語のナルトを見てたと。そうです、そうです。あ、え、その時どうだった、ナルトイメージ？そのは走り方やりたかった。Did you do it? Did you do it? Did you try? No, I'm wondering if me. I would have done it with you. Because I did it and like people made fun of me. I did it too. Nice. And they also made fun of me. Nice. There we go. There we go. 本当にね、アニメ大切ですよ、皆さん。どんどん輸出していきましょう。僕本当に一番好きだったのはロクリーだったんですよ。あ、ぽい。僕はあの、まあ、ナルトとかもじゃなくてロクリー一番好きだった。ちょっと髪の毛もロクリーちょっと近いかもしれない。ロクリーとキミマロの戦いは何回か何回か見たんです。ああ、 that was cool. That was freaking cool. Because of the drunken face. That fight was amazing, dude. I was not expecting, because it was supposed to be like some sort of like potion. Yes. Or something, right? But then it turned out to be sake. Ultraman の時は日本っていうイメージがあんまなかったんでしょ、多分。まあそうですね。ナルトの時はさすがに、あ、日本って国があるんだって思った。その時は日本が、お、忍者すごいな、侍すごいなって思ってました。ああ、じゃあ、忍者侍がいる国、ジャパンっていうイメージがあった。イメージがあった。まあ、その時もだんだん、ナルトだけじゃなくて、自分でまだ別のアニメを見てて、まあ、ブリッジとか、フェリーテイルとか、たまに製造業関係とか、技術関係のドキュメンタリーが流してて、すごいなと思って、日本が。Like robotics? ロボティック、新幹線、マニュファクチャリングテクノロジー。Right, right. マレーシアのテレビで、日本の
製造業のことを特集してるってこと？そうですね。多分まあ毎週1回ぐらいで やってて。そんなに？うん。あ、多分 NHK はめっちゃ古いの番組だったと思いますね。あ、それをマレーシアの電波で流してるんだ。そのプログラム買ってきた感じかなと思う。へー。うん、That was Paul's anime. Watching Shinkansen. Watching how rice cookers are created. Yeah, Paul's like, えー、すごいじゃん。ナルトとすごい差がある。その時もだん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 日本の技術もちょっとずつ認識してあって。あ、Were those programs in Japanese? Yes, but then they 吹き替え。All they 吹き替え。Okay, right. Most of the time it's just a Japanese people doing something, then they just introduce it. Okay. マレーシア人にとっての日本のイメージってどんな感じなの？ポジティブなのか？あ、ポジティブですよ。なぜというと、昔の首相が日本のことが大好きなんで。あ、お名前は？ドクターマハリュ。マレー系の首相。基本あ出身は全部マレー系です。まあ嬉しい。まあはい。マレー系のね国だから調べてください。あの方が日本語のこと大好きで、うん、he came out with this look east policy. A look what? Look east policy. Look east. They asked the people in Malaysia to learn from the east, which is Japan. Oh, look east policy. Look east policy. I see. So this policy also meant for more investors from Japan to invest their factories in Malaysia so that Malaysia can grow their economy and something. Oh. But then yeah, because of this policy, it makes a lot of people know more about Japan as well as more Japanese come to Malaysia for businesses. So Malaysia took a long tube and then started sucking information from Japan? You can say back that. And forth. Ah. You can say that. なるほどね。That's why there's so many... いや、誰かまともであれよ。何を話を続けようとしとんねん。マレーシアにいろんな日本の企業とか工場がいっぱいそこに建ててるんですよ。例えばナショナル、パナソニックの。ブランドね。ブランドね。Like a lot of Malaysian 留学生 that I've met, they would come to Japan in order to learn Japanese because there's a lot of well-paid job that you can find in Malaysia if you can speak Malay and Japanese. Yes, yes, yes. Oh. Fun fact, Petronas Twin Towers, one of the building of Petronas Twin Towers is built by a Japanese company. そうか。もう一個は韓国。ペトロナスツインタワーっていうのは、マレーシアにある日本で言うとこのスカイツリーみたいなもんよね。そうね。そうね。なんか一番有名なビルで2つ建ってる。10歳から20歳に向けて、これなんで徐々に上がってた？もっと日本の技術とかしていて、もっともっと好きになってる感じかなと。So, what intrigued you the most about Japanese technology? Do you have like a favorite invention that like you watched all the time or like that intrigued you the most that you found yourself watching day after day and you're like, oh, I want to study this. I want to study like how it's made or it's interesting that the Japanese took this perspective. 前足も有名だったんですよ。多分ほぼ全世界初のヒューマノイロボットね。今は多分東京の技術館で展示してると思います。それ出る時は何これって。足もね、どうなるの10年後みたいな思ってたよ。まあ次は20歳からですね。終わってるじゃん。まあ20歳から大学始めて、まあその時はまあほんま香港行ったんですけど、香港でもうちょっと日本語の勉強少しだけ勉強始めて。In Hong Kong? Yeah, yeah, I was in... Nice! You took like classes in university or by yourself? It's like kind of... Because I have extra credit, so I can use it for some extra things that is not in my major. So I use it for Japanese learning, and then I start to learn a lot of basics languages. Then when I use those languages and watch anime, and I have different...kind of understanding of Japan again. Yeah. Oh, is that why it went up a little bit? I get to understand better, more about Japan. And then I kind of like certain things I like about them, certain things, blah, 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 blah. You finally understand the joke in the anime. Yes. Yeah. 20歳なんだね、大学入るの。そうですね。18からじゃないんだ。18からじゃないです。なぜというと、マレーシアのシステムとして、多分日本の高校2年生までしかないんですね。高校は年齢的にはだから17歳までしかないんだ。その後は we have this thing called pre-U。pre-university。大学入る前のなんかがあるってこと？そうそうそう。高校2年生まで卒業して、半年ぐらいギャップがあって、そこから
pre-university のコース1年間半かな、うん、まあ A levels とか Cambridge A levels で来い Cambridge A levels、okay. マレーシアの大学入る時もそのプリユニバーシティに行くの行けることもある行かないこともあるむずい複雑ね If you want to go to a local university If you are lucky enough They have this thing called matriculation program、うん、It's meant for Malaysians who is for the local universities That course is just like 1 year、うん、So it's、okay. probably just like ここ3年生 So that part will be like maybe、similar with the typical Japanese study programs So in these pre-university classes Do you learn skills already adapting to the major that you're going to pick? Or is it likegeneral ed. It's still separate to、art stream and science streams, but then it's more in-depth、okay. knowledge. Oh, okay. 複雑ですけど、we also have because of this quota-based system, which is very unfair to このスキンの人。ah! だから we have a lot of options. Wait, so there's like certain options that are available only to Malaysians or something I mean, like that? I mean, they allocated like 70%, at least 70% for Malay.People. Oh, okay. So the remaining of us, we most of couldn't get into the cheapest route. We have to go to the expensive one. Oh, okay. 思ったよりすごい話になってきた。まあマレーシアはマレー系が結構大きいから、まあそこは優遇されてるよね、多分ね。高校卒業した後に、まあギャップイヤーがあってプリユニバーシティっていうまあ学校みたいなのに入る。そうですね。1年半勉強してで行った大学が。まあ、香港に行きました香港大学まあ、香港大学で機械工学勉強してまあ、日本語はただの趣味で別のクレジットを取りました、ね、香港大学、ポールが入った2014年は世界大学ランキングあるアジアで見た時に1番がシンガポール国立大学が24位2番が26位の香港大学で3位が32位の東大東大あ東大よりだからもうその時はねいやいやいやポールさんすごそのランキングね、うん、アンダーグラジュエット関係ないんですThe way they calculate the ranking is based on the paper they produce and then the admission of international students and stuff like that、Just relish in your accomplishment man Just say that you went there dude I went there I'm proud of being a Hong Kong university student Good But then but, Yeah No but 二十歳の時に香港大学入って4年間行ったの4年間行った4年間行って So you were in Hong Kong the whole time but then you fell in love with Japan more and the peak of you loving well the peak is after but then you went to this real large peak and you were still in Hong Kong? Yeah What happened? Because you were so near to Hong Kong Oh so you went back and forth? No I mean I never been to Japan before I came to Japan That's so crazy you've never been to Japan you're already falling in love more with Japan yeah, Because I think one of the reasons also because people around me always go to Japan for travels and they always talk about how good is Japan Oh And then you can see like photos and stuff Oh it's so nice I wish I can go someday Right、mm-hmm. And but so, I was too poor to go there So this was from the jealousy of your friends Yes This little spike You're like Ah, いいな行きたいな日本人の友達はこの時いたのいなかったあ、じゃいなかったの、うん、いなかったまだじゃあ日本人と出会ってはないの学校の先生覗くたったらそれああ、そういうことだまあ本郷大学行ってまあここはもう卒業になったんだけどおまあその時は香港で就職しようと思ってたんですね、うん、でもやりたいことがなくてああたまたま外役で日本の企業が募集しに来たんですよおたまたま香港大学にうちに就職しませんかって日本の企業が来たそう来ましてほうほうほうじゃあいい機会じゃんと思ってて面接の時は初めて日本来ましたすごい面接面接日本で会ったのそうすごい初めて日本来ましたThat's intimidating so, Did you have to do your interview in Japanese as well?、No You do it We did it in English Okay まあ、結局取れたんだけどちょっと落ちたのは日本来た方がいいか来ない方がいいかっていうなんか初めて悩んでたんですよチョイスとしては香港で就職した方がいいのか日本に行こうかなのどっちかだったそうですね、それちなみになんでマレーシア戻って働こうはないのまだ若いからもっとどっかに行った方がいいんじゃないかと思ってかっこいいで結局日本を選んでくれたんよね香港じゃなくてそうですねそれはどういう理由で選んだの最後この時、まあ、悩んでたポイントとしては、うんまあ、日本切ったらゼロから始まるんじゃないですか友達とかもああ
知ってる人も、うんうん、全部ゼロから始まってお金もないし確かでしょ、わかるわかるわかるでしょ、わかる、富士の出会った日え、どういうこと、これ一番低いところは入るかなんだポイントでしたが、日本で、まあ、もらったオファーは仕事はね、やりたい仕事と思ってたんですね。日本でいろんな、まあ、技術も勉強できるから、昔からもう日本好きだったんで。そうか、うん、でも昔からテレビとかで日本のそうこの製造業についてポールを洗脳してって洗脳していってブレインウォッシュして Yeah, that's true. Yes, yes, exactly. 大切ね、大切すごい、ね、ちゃんと考えたらなかなかこういうチャンスがないんですよ。なるほどね、じゃあかけて行こうかって、でも、nice. でももう正直なところ、うん、香港の方が給料だいぶ高くない？めっちゃ高いです。2倍くらい違うんじゃない？うん、そうですね、うん、本当にどのくらいなん、うん、香港では働いてたら10倍、どうでしょうね、僕多分今の給料は香港の時は初任給だと思うね。給料はそれぐらいですけど昇給とか多いんですよ、香港の方がね、うん、じゃあ初任給も日本よりだいぶ高いし、うん、昇給もボン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 って上がってくる。給料面で見たら香港いる方がいいよね、 それ、 それでも日本を選んだ。まあまあお金は全てではない。かっこいいかっこいい、さすがポール、さすがポール。だってお金いっぱいある嬉しくないがちょうどいいと嬉しい、人生どっちがいいっていう。バイロンに言ってあげて、深いね、バイロンにもう一回聞いてあげて、深いね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 、耳壊れてる、壊れてる壊れてる壊れてる。でもまあ正直日本の、 あのワークライフバランス、まあこれちょっとまあ矛盾かもしれないんだけど、日本の方が面白いと思う。少なくとも自由時間の時にできる活動がいっぱいできます、香港に比べて。そう、おお、例えばまあ山登りああそうか、香港ちっちゃい、ちっちゃいから、うん、多分1年間2年間も全部回ると思う。そしてまあ海外旅行しかないんですね。Because Paul wanted to be a sportsmanThat's why, on top of everything that he studied in Hong Kong 大学, he wanted to be a yamanobori and a badminton 選手 and a marathon runner. He wanted to do all of that. そう、yes. あのポールは趣味が結構多くて、スポーツ系がね特に強いんだけど、マジで山を何キロ走ってたっけ？60だったのか。60キロ。香港で1話の大学卒業して日本に就職来てくれました。だんだん、まあ、また上がりました。また新しい友達作れて。Is that when you? Is that actually when you met Fuji? Is that really? Is that really? Are you just saying that, or is that? でもそのぐらいだよ。そのぐらいだ。うん。わあ。First year だから、その時もまあ新鮮感もあってワクワクするから、それもまあ結構日本が。What year was that?2018 End of 2018 End of 2018、うん、どうだった最初来てみて日本のイメージ。硬い硬い、おー、仕事が、どういう、あの人間が硬いいいよ、全然聞きたい聞きたい、まあ、いや硬いっていうか、日本以外のところに慣れてたから、うん、みんな、まあ、話すときに、まあ、結構親切っていう感じがあったんだけど、日本に来たらなんか外国人だから日本語もあんまりできなかったんで、うんうん、なんかみんな話すときにずっと壁作ってくれますね。何ポジティブな言い方作ってくれましたね。I have a question. So walk me through your first experience with a Japanese person and tell me the thought process. What thoughts did you have as you were speaking to this person? We just trying very hard to convey my ideas and、uh-huh. my messages to that person、yeah. in my own way. Yeah. The foreigner's way, which is the no filter way. No filter way. Okay, got it.、Uh-huh. But then the other side mostly give me that and、impressions such that I'm being too honest. Ah, you're too honest. I see. It just seems too surprised that I、素直はっきり言う。私がまあ自分の海外の思い、あの考え方のままで話してて、まあ、素直を言いすぎて、相手がなんかちょっとびっくりする感じが感じてて、なんでこんなことすぐ言われちゃうのって感じがあったんですね。なるほど。それが気づいたらなんか恥ずかしかった。ああその服似合ってないね。
ポールあんまり言うイメージないよ。そう、ただまあ そんなこと言ってもダメっていうよくあるんですね。あ、そうなの。仕事とかでってこと。そう、仕事なんだ。仕事はポールちゃんとしそうやもんね。そもそも喋れるのが中国語とマレー語と英語は、まあ、あのマレーシアいる時に喋れました。で、香港に行ってから広東語を覚えた。ああ、それはね、行く前もちょっとできましたね。広東語なんか多いな、ちょっとできるってさっきから。なんでなんそれ。 I think Paul's ちょっと is a lot。 そ, それはまあ香港のドラマ影響されると思う。ああ、その時、まあ、香港のエンタメが結構マレーシアに影響が すごいんで、みんなくんほぼ、まあ、ちっちゃいからドラマ見てて、そこから覚えてたんかなと思います。で、そこで4カ国語目が喋れるようになって、日本語が今レベルに喋れるようになったのは日本来てから。そうね。すごいね。あの 1ヶ月前。何1ヶ月前。今まで動画撮ってたやつ。今まで吹き替え。バイロンの、バイロンの声で吹き替えしてくれだったらもっと上手にしてる。壁を作るのは確かにわかる。僕も壁をなくしたいと思ってこのチャンネルやってるじゃん。まあ、ずっと言ってるけど。True。 でも、なんかね、日本人として、日本って単一民族国家だから、みんな考えてることのベースが一緒なの。Yeah. だからどれくらいの強さで何言ったらいいっていうのがもう 100% 分かるんだけど、うん、他の国の人に対してこれってどう言ったらいいだろうっていうのが分からなくて、うん、結果的に日本人の一番セーフティーな方で伝えちゃう、うん、コミュニケーション取っちゃう。あ、分かる。で、yeah. そうなったら必然的に日本人の仲いいレベルがあるじゃん、うん、めっちゃ仲いいかったらウェイってやる、うん、この一番仲いいレベルじゃなくて常に一番安全なレベルになっちゃうから、そしたらなんかあれちょっと遠いなって思われるのかなっていうのは結構あるあります。ね、うん、あります。それは、うん、今もう5年目だからもう分かってます。That's why I just ignore all Japanese people. あ、それはね違う理由だと思う。Just kidding. I'm just kidding. 冗談 It's a joke. ちょっと強すぎたね。本当にそんなことない。 It's a joke. It's a joke. だからあの、もしね周りに外国人がいる日本の方いたら、もう多分あんまり気にせずに普通に接したらいいよね。そうですね。で、なんかちょっとこう衝突したら、うん、まあ、その時話し合って解決するしかない。そうこれは、うん、はい。だからまあ新しい友達作ってて、ミスターフジと出会ってバドミントンもできていろんなところ行けるから、あ、最初の1年間で、お、最高だったなと思ってました。あ、最初の1年目に会ったんだったっけ、来てすぐ。そうね。あ、そうなんや。ラッキー。初めてのバドミントンサークル。あ、バドミントンサークルに僕もポールも入ってて、そこで会ったよね、うん、そうね。 You found on that website? Yeah, yeah, right? Sure. Ah, okay, and then you attended his event and then you made friends immediately that day? Yeah. そうか、僕がやってたサークルに来てくれたんだっけ。そうそうそう。あ、もうそうか。Did you make friends like right away? Were you like this? Like immediately? No, it's not immediately, but like, Dabu Dabu immediately or like? Nah. Nah. So you kind of kept your distance because you knew he was Japanese? Nah. I don't think we even talked that much on the first day. Ah, okay. So how did this happen? Like, how did it happen? I mean, I asked several times before. It's badminton circle, but I don't know the details. Kuwashiku. The first time I met him is, yeah, true, is in badminton, but then we weren't close that time. We start getting close after the first karaoke sessions. Oh, like after the badminton circle, he would invite you to karaoke? There was once, I forget how it goes, but then I was invited just for a karaoke bar. People in the same in the circle. Circles, yeah. Oh, okay. Then we went, then we get closer and closer after that. And then that's funny. That's how, yeah. that's funny. So the aftermath. So you went or he invited you to go karaoke? Or just invited everybody in general? Or? I went, I guess. Oh, you went, right. Because I'm gaijin, I have to be... Okay, yeah, you're right. Okay. なんかちょっと恥ずかしい。もうサークル自体が外国人と日本人めっちゃ混ざってて、終わった後にこのいろんな国の人と居酒屋行きまくってたから、そうね。懐かしい。Dang. I almost went to that. I saw it online. And I almost went. You almost I went? Almost went, but then I couldn't take that day off because you guys always did it on days that I was working, right? Because I worked weekends. And then
We could have met. We could have. But I just didn't put it in my schedule. You know? Because I also needed friends, but I didn't do it. バイロンに初めて会った時は、ポールと僕がカラオケバー行ってて、もともと YouTube やってて、もうめっちゃおもろいやつがいるし、歌うまってなって、もうすぐその場で誘って、おうもういいよいいよって言ってこれが始まったんだけど、多分昼の時間にあのテンションだったら誘ってなかった。冗談。I probably would have screamed. じゃあ続きいきましょうか。まあなぜ下げるというと、1年後に自分もこの仕事が成長もあまりできてない気がしてて、あ、会社の文化もそんなに好きじゃなかったんで、まあ、だんだん日本はこういう文化だなと思っちゃって、なるほどね、うん、だんだんまあ下がってたんで、その時もまあ COVID もあったんですから、うん、友達とかも会えないんで、あ、まあね、そうずっと話僕も聞いてたから、うん、あんまり大企業っていう感じじゃなくてちょっと小さめの会社だったよね、はい、中小企業だった、そうで話聞く限りはもうザ・ジャパンって感じの、はい、文化が超日本的だったから僕からしても、うん、それは辛いねっていうような超日本的だったりとか、まあ給料の面も香港大学卒業したのにおおっていう感じの給料だったから、まあそういうところもあってちょっとポールが下がっていくのと、日本ってジョブ型じゃなくて、そうね、メンバーシップ型だから、うん、仕事するときに全部の仕事をやっていく、覚えていく、いろんな仕事に新人がついてね、営業もやればその何年か後には開発もやるみたいなのがありえるけど、結構海外で主流なのはジョブ型で、もう開発やるんだったら開発の仕事しかしませんみたいな感じだから、まあ、そこでも多分ポールのイメージというか思いとギャップがあったんかなっていう気はするよね。そうね、その時、うん、まあこれからの人生どうなるかっていう考えもあったんですね。ずっとこのままじゃダメなと思ってた。ああ、なるほどね。めっちゃ下がっちゃったよね一回。日本にいていいのかなっていうのと、まあそれは寂しいよね。だってそうです、ね、もうマレーシアにもいなくて、まあ、友達ともあんま会えなくて、仕事もあんまりうまくいってないってなったら、もうそれは落ちるよ、ね。そうですね。You should have called me, man. I haven't met you. それでやっと転職した。いい会社見つけて入って、まあちょっと不安だったんだけど。良かったんですね、まあ、残業もあんまりないしワークライフバランスちゃんと取れるから、あの仕事も結構興味があって、まあ、自分も結構役に立ってるんじゃないかなと思ってて、だん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 上がっていってましてね。またおなるほど、こんなホワイト企業日本であったら良かったなと思って。I have a question, Paul. So, you know, a lot of foreigners, they come to Japan, they have like this perceived image of Japan, and maybe it's probably not what you expect.At first, and it could be different from what you initially think, right? So, you came to Japan, and obviously, you have all these things that made you come to the country. But what I want to ask is, what made you stay? Stay, right? Yeah. Mm-hmm. What made you stay? Well, I would say the main part would be the job I'm having right now. Right. Definitely. Right. Well, of course, the pay is reasonable pay, I would say. Okay. Reasonable pay. And then I can really do what I want afterwards.I mean, I really can get the work-life balance right. very good at current company. So, will I leave Japan? I'm not sure because you never know what will happen in the future. Right. But then, in a short period of time, I would say I'll be in Japan for quite some time. Mm. Mm. So, work-life balance, wow. Work-life balance, pretty good. Work-life balance, number one, huh? 僕が一番欲しいもの。No life balance! 残業がもう多いよ。ちょっと最後に、日本で一番感動したものと、日本で一番困ったこと。富士山登ったんじゃないですか。その時はマジでちょっと感動してたんですよ。なぜっていうと、めっちゃくちゃしんどかったです。Well, yeah, of course. 本当にしんどかった。死ぬほどしんどかったですよ。頂上まで行ったら、楽だ。めっちゃもう涙もギリギリ出るんです。そんな感じなんや。I was so exhausted that I just when I was resting at the side of the path, I almost slept. Just my God. Just by sitting there, I almost slept. Yeah. I was so exhausted. Yeah. You need calorie, mate. あのポールがってことやもんね。でも高山病もあのリスクはめっちゃ高いんですよ。That's true. That's true. Don't fall asleep there, please. You need oxygen at that high altitude, man. その時マジですごい、なんか終わったらやった。綺麗だった。すごい。まあ全部キリだけど。達成感はあるけど見えない。でも。
いい思い出だった。あ、困ったこととしたら日本のいろんな銀行の申し込みとか、確かに、あ、手続き、クレジットカードの申し込みとか、あ、難しい、区役所も難しいです、うん、あ、そう、区役所もね、難しいっていうかめんどくさい。はい、ということで今日は日本を愛したマレーシア人ポールの人生について話してみました。どうだったポール？違うくらい僕らです。どうだった？I think I could do better. Yeah. I think that it's very interesting to hear your perspective, Paul, because we hear a lot of, or I hear from like a lot of different foreigners that they get inside with anime. I mean, of course, all of us saw anime for the first time, but what made them stay is like samurai. So you could have just like continued to ride that samurai and ninja wave until you got to Japan. But instead, you saw these programs that were featured inside of Malaysia that talked about robotics or talked about the infrastructure of Japan and different kinds of inventions that were inside of Japan. You got interested through that, and that was able to have you come to the country ultimately, right? And I think that's very rare. I haven't heard any of like any like foreigner I've met who came because of those specific reasons. そうね、確かに。しかもめちゃくちゃエリートっていうね。いや、まだまだ目指します。これからだ。いいやつよね。人生はまだ半分もない。かっこいい、前向き。今日はね、ポールの人生を話してみましたが、皆さんどうだったでしょうか。つまらなくてすみませんね。いやそんなことない。いや、めっちゃ楽しかったよ ね。なんか2つの観点で楽しかったなと思ってて、1つはそのウルトラマンとかマレーシアでやってるんだっていう日本のものが海外でどう見られてたかっていうことと、であとはシンプルに日本関係なくね、あ、マレーシアってこういう仕組みでなんか学校行ったりとか、そのみんなこういう考え方なんだっていうのがなんか勉強できた気がしたから、もうそれはどっちも楽しかったし、まあ何よりね、なんかポールが自分発信で喋ることってあんまりないじゃん。I'm happy that this is the video where Paul speaks the most. そうそうそう。So now I can come back to this video when I want to hear Paul speak. That goes for you guys too. なんかそのポールの気持ちとか、なんか人生聞けたのはすごいね、楽しかったと思います。ポールにメッセージ届けたい方はね、絶対コメント欄書いてくださいね。どしどしと。I'll read it to him. 聞かせられてすみません。Paul won't read it himself, so I'll open YouTube and then I'll read it like a storybook time when it's time to go to sleep in this house. この動画が人気出れば、次はまた別のメンバーやってみたいと思います。Yes, Mr. Fuji.ミスターフージー、いらん、多分ないらんよ。日本人だ、日本ラブド、そう、日本人見て、日本人の日本ラブド誰が聞きたいんですか。バーロン、バーロン、バーロン。他に僕らに話してほしいトピックがあればコメント欄までよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ、バイバ寝る？登録お願いします。